新幹線リレー号とは、上野駅にて1982年6月23日の東北新幹線大宮盛岡間暫定開業に際して、大宮上野間の輸送を行うために運行された専用列車である。当初は同年11月15日に予定された上越新幹線開業までの暫定ダイヤであったことから、所定の185系200番台のみならず、 急行列車用455系、457系電車、普通列車用115系電車による運行もあったが、上越新幹線開業後は185系200番台による14両編成の限定運用となった。営業上は、新幹線列車の延長とされ上の大宮間は、無停車とした他以下の特徴を備えていた。運行時分は、 定期列車のダイヤパターンに順次29分程度で運行されたが、本区間は東北本線、高崎線の普通列車、または京浜東北線による輸送も視野に入っており、当時の時刻表の東北新幹線、上越新幹線の欄には、接続列車の時刻として、本列車以外にも、上述列車も乗り換え標準時間内に収まれば、接続列車として収録された。ただし、 新幹線の臨時列車に接続する列車は設定されていない東北上越新幹線上野開業による1985年3月14日のダイヤ改正をもって運転終了し本列車で運用されていた185系200番台は草津など上野8着の165系を使用した急行列車の新特急格上げや L 特急踊り子の増発に転用された 廃止までの3ヶ月間、これを前後に転出前提とした斜めストライプで運用された編成もあった。2002年6月23日に東北新幹線大宮開業20周年、記念として大宮発仙台行、思い出の青葉の接続列車として約17年ぶりに復活運転された。編成は田町電車区所属の B6 編成と新前橋。 電車区所属の S211S212 編成を並結した14両編成で、クリーン車を含め全車普通車自由席の設定で運行した。また2017年6月24日にも、東北新幹線大宮開業35周年記念で、大宮森岡間の東北新幹線開業35周年記念号と、セットの団体臨時列車扱いで、上野大宮間で運行された。 車両は185系 B4 編成 B7 編成の重量が使用され、前述の廃止直前期に見られたストライプ色であり、マクイタブの JNR マークも再現された。1995年10月22日25日29日に、上越新幹線、高崎駅から、北側約4キロメートル地点の下り線に、長野新幹線との分岐器ノーズ加動式38番高速分岐器を、 挿入する工事を行うことになり、高崎駅越後湯沢駅間を部分運休させる必要が生じ、同区間を上越線経由で代走させるために設定。編成は、上沼水運転区の485系や、長野総合車両所の489系、新前橋電車区の185系200番台などが用いられ、 青森運転所所属の485系と583系も応援に入った。2011年に運転された新幹線リレー号583系485系2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は東北新幹線や在来線にも影響を及ぼしたが、東北本線は4月7日までに福島以南と仙台以北が復旧した。 一方、東北新幹線は、同月12日に、東京福島間が復旧したが、福島以北の開通はずれ込む見通しとなった。このため、JR 東日本は同日復旧した、東北本線の福島仙台間を、快速運転する、新幹線リレー号の運転を開始し、3時間、数分から3時間数十分の所要時間で、東京仙台間の移動を可能とした。なお、 同区間を同じ白石のみ停車で運転する臨時快速も数本設定されたが、こちらは新幹線リレー号の愛称は使用されなかった。同月25日に東北新幹線の福島仙台間が復旧開通したことに伴い、前日の24日限りで運転を終了した。ありがとうございます。